ございます。さすらいサーフ TV のカナンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日は5月の8日の土曜日なんですけど、今から準備して海に行こうかなと思ってます。最近はもう千葉北全然波がなくて、もうほんと膝ももぐらい、膝とかそういう感じの日々が続いてます。なので1週間ぐらいサーフィンしてなくて、今日は久しぶりなんですけど、今日のお昼ぐらいから徐々にサイズが上がる予報が出てたんだけど、なかなか上がんなくて、さっき3時の更新で、ちょっとだけサイズ上がってる感じだったので、海見てみないとどういう感じか分かんないんですけど、とりあえず準備して向かってみようかなと思います。そして今日はまたモジーズからとっておきのボードをお借りしているので、そちらに乗って楽しくサーフィンできたらなと思います。という感じで準備していきたいと思います。Yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations daily. Loading clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby. People shady. It's like depression, my confessions. Fuck it, baby, pay me.着きました。お、めちゃ逆光。ちょっと波まだ見てないんですけど、とりあえず準備したいと思います。ありがとうございます。準備できたので海に向かいたいと思います。海着きました。波は桃ぐらい。今満潮からちょっと裂け始めみたいな感じなんですけど、どうなんだろう。あっち側は、まあ、結構混んでるけど、たまにああやってなんか浮力あるボードだったら乗れそうな感じ。あ、でもこっちもちょっとたまにね、割れそうで割れない。これから潮が引いてきたらもうちょっと変わるかもしれないです。で、今日はなんとじゃーん、シングルフィン借りてきちゃった。66ぐらいのミッドレングスなんですけど、シングルフィンです。初めてこういうボード乗るんで、手始めにちょっとコナミからこれで練習してみようかなと思います。いつものショートボードとは乗れないようなところからテイクオフできたりとかすると思うので楽しみです。なかなか難しそうなんですけど、とりあえずソロショットセットして入りたいと思います。I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money won't solve 'em. No, that don't mean money won't solve 'em. Woke up dreaming other commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. Ain't with the faking, never with the drama. She said that I'd make it, now I gotta honor that. Replace a Honda with a fucking Model X. Replace my exes with a couple models. She act out of pocket, now it's just a problem. I got it, I got it, I got it, I got it. No, really, don't worry. I don't want no Burberry glowing like the sun, or maybe a little Mercury. Shooting like I'm Booker, but nobody ever heard of me. You don't got 5-0s, don't I say word to me, dog. Really, really, y'all been nice. なんか難しくてちょっと苦戦します。もうちょっと手前からしっかり助走つけてスピードつけて、こう早めにテイクオフする方がいい気はするんですけど、なかなかまだペースがつかめておりません。もうちょっとコツつかんだら気持ちよくなれそうなんだけど、コツつかめるように一旦抜いたいと思います。
difference in banking amount that take my stacks out of bank to the flat X. And then I go right back just to spin it. Still a 07 nigga with the spinners. Paper rides out, baby. Then my business such a heartbreaker out here with the women. Yeah, they wanna touch it. I just need the space. Why you tryna rush it? Get up on my face. I got no drip in my pocket. Must have forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean money will solve them. Money can't solve, but I've been in my bag. Dollars colored. So, I get what I want and don't let no one hold me back. I got 99 more problems and ain't none of those a rag. Cause if I get it, I spend it. Just like my government stimulus. I got a profit and comfort and dividend. No banking or nothing, no business. So I just counted the bands on me, low baby. You know that the music coming ain't free. But we run it and we make it back anyway. No, they put that shit on me. はい、お疲れ様です。今日はモジーズでまたサーフボードをお借りして、モジーブランドのミッドっていうミッドレングスのシングルフィンに初めて乗りました。すごいなんか初めて乗る感覚でめちゃくちゃ楽しかったんですけど、めちゃくちゃ難しかったです。最初ボード持った時はやっぱり長いしずっしりしてるし、すごい安定感あるんだろうなとかって思ったんですけど、やっぱり全体的にボードも細くて、いざテイクオフしようとすると結構ぐらつくっていうか、私のまあテイクオフも下手ってのもあるんですけど、ちょっと力が入ったりちょっとレールが変な感じに入っちゃったりするとすごい一気に曲がってなんかつんのめって転ぶみたいな感じがすごい多くて、めちゃくちゃ転びまくりました。今日は、まあ、波も小さかったしパワーがなかったから、これでもうちょっとサイズがあってパワーがあればスピードも出る分安定しやすかったりもすると思うんですけど、なかなか最初の方はテイクオフもできなくて本当に難しかったです。しかもやっぱりいつものショートボード乗ってる時に波が来た時に振り返ってパドルし始めるっていう癖がついちゃってて、波に合わせて助走つけながらスピードつけて早めにテイクオフするっていうのが大事かなと思うんですけど、それも全然できなくて、いざテイクオフしようとしてもすごい力んじゃってて、板押し込みすぎてすごい失速したり、ボトムまでガッていっちゃったり、いざ立ってもどうしようどうしようって感じで体がなんかカチコチで、本当とにかくリラックスしてサーフィンができてなかったなって思います。モジーズでこのサーフボードをお借りした時も、この板はとりあえずリラックスしてゆっくりゆっくりレールを入れてサーフィンするのがいいよって教えてもらったんですけど、全くそれができなかったです。これってショートボードの時も言える私の課題で、本当にいつも力んじゃってるので練習にめちゃくちゃなるなって本当思いました。今日はちょっと波が小さくてなかなか波自体もすごい難しかったので、ちょっと次はまあリベンジっていう感じで、もうちょっと腹胸肩ぐらいサイズが上がった波でリベンジっていうかチャレンジっていうか、あのボード乗ってみたいなって思いました。波上がってくれ。今まで乗ってるボードと全然違う感じがしたし、この前ツインフィンにも初めて乗ったんですけど、その時より全然なんか今回のボードの方が違う乗り物って感じがしました。こうやっていろんなボードに乗ってやっぱり感じたり、あ、自分のダメなとこってこういうとこだなって改めて思ったりすることも本当にあるので、波に合わせながらいろんなボード乗り換えてみたり、自分の課題を見つめ直して練習頑張っていきたいなって思います。という感じで今日はモジーブランドのミッドレングスのシングルフィンに初めて乗ってサーフィンしてきました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしてチャンネル登録5000人記念ということで、サスライブっていう YouTube ライブを5月9日の21時夜の9時から今日やろうと思っているので、お時間ある方はぜひ見てください。次回の動画もお楽しみに。 I got no drip in my pocket. Must have forgot it or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve them. No, that don't mean